ということで、所詮高校生のお遊びと侮るなかれ、高校演劇特集 by TBS ラジオ澤田記者。今のはもう高校、ダメだ、高校、ダメだよ、高校演劇ではないですし、いろいろクオリティ面でもね、やばい、やばいっすこれは、やばい、いいさん、いいさん、顔が変ななって、顔が変ななって、美しい美しいお顔が変ななって変ななって。やばいっすね。顔が変顔しない、はい、変顔しない、はい、ちょっとね、リスナーの皆さん聞いててくださいよ、これなんかもうやばいのか切られちゃったやばい、すごい熱くなってきた。ということでですね、進行します、やばいやばい、はい、今夜の特集コーナービヨンドザカルチャーは TBS ラジオ澤田大樹記者の肝入り持ち込み企画、うん、今監督役もね務めていただきましたけれども、澤田さん改めましてお願いします。国会の方から来ました澤田です、ね、よろしくお願いします。そうですよ、今ね、まあ、いろんな動きもある中ですいませんね、はい、そういうことで冒頭のね、まあ、高等演劇ですらない、茶番劇、まさに茶番劇はですね、なんと高校演劇部出身、日比アナウンサーの闇台本と呼ばれる女子高生症候群という、これは台本なんですね、冒頭のワンシーンをやってみたこれ、日比さんがねお持ちいただいたんですよね、前にね。そうです、私が高校1年生の時に最後に高校生で、はい、として舞台に立った、はい、時にやった台本を持ってきておりまして、これをずっと小川さんに預けてたんです、私、放送作家の小川さんに、はいはい、で、はいはい、TBS のロッカーにもう封じ込めといてもらってたんです、これを。そういう、あ、そういうなんかちょっとこう密封する意味でっていうか封じる意味で、そうです、そうです、うん、もうもう封じ込めて欲しかったんですけど、うんうんうん、気がついたら台本になって戻ってきて、これだから日比さんに全く無断でこれ台本に入ってたってことですよね。差し替えでーすとか言ってフッと来たらなんか、うんうん、待って、日比へと日比子と歌子と書いて、何何何ってなって、これでも台本書かれたのは日比さんじゃなくて、ではなくて、はい、原作がありまして、うんうん、それを先輩がまあ、この編集して、はい、脚色して、うんうん、1時間 その尺に収まるように、うんうん、我々で今やりやすいように作ってくれた。日比さんはそれでこれ役を演じられてるんですね、この中でね。そうです、女子高生が出てくるお話で、うんうん、女子高生の学校のクラスに突然こうおばちゃんがやってきて、うん、ちょっとこう紆余曲折しながら、まあ、いじめとかそういう、こう女子ならではのこう、うん、特質なこう雰囲気とかを演じるっていうもので、はい、私はいわゆるこう強キャラ女子に従属しかできない女子っていう役をしました、うんうんうん、なるほど、ちゃんとすごい、夏希ちゃん、やっぱすごい覚えてらっしゃいますね、すごく強くね、忘れられません、すいませんね、私のねちょっとケメコキャラっていうかねちょっと女性無理やりね女性やりましたけどねということで、まあ、日比さん演劇部だった日比さんも楽しみにしてた特集でございます。はい、その通りです。はい、ということで澤田さん、はい、まあ演劇ね、演劇特集、はい、島尾さんからも前から演劇特集やろうよって言ってたんだけど、はい、なぜ高校演劇に注目されてるんですか。はい、それも島尾さんとの関わりなんですけども、うんうん、私この前の番組のタマフルの AD を一時期してまして、うん、はいはい、その時のつながりで島尾さんとたまに演劇についてこうやり取りをしていたんですよね、うんうんうん、でその中でまあこういう企画できないかなっていうのが降ってきたんですよね、はい、で私実は父親が劇団員でして、うん、母親が元劇団員、うんうんうん、で僕自身も高校時代は演劇部と、あ、演劇ファミリーでして、もう本当に胎児の頃から演劇を見ているっていう状態なんです。ある意味、うん、なのでもうこう息を吸うみたいなことなんですよ。演劇というのがすぐそばにあって、うん、あ、そう。そうなんです。で、うんうん、その中でまあ高校演劇っていうところがまあ一ジャンルとして結構すごくてですね、うん、はい、全国で予選があって、それからまあ頂点を目指していくんですけども、うん、その予選から見ていくようなこう、うん、熱心なファンもいるぐらいすごい一大ジャンルでして、だけどそれ意外と世の中には知られてないなというふうに思いまして、まあ今回歌丸さんに高校演劇の魅力についてまあ1時間弱お伝えできればなと。演劇の魅力を伝えるのにまず僕高校演劇というのはちょっと入り口になりうるんじゃないかみたいな、はい、そういうことですかね。というのは以前タマフルの中でですね、はい、2015年に、うん、ももクロ主演の高校演劇モチーフにした映画の幕が上がるというのを歌丸さんが評論されてまして、そうですね、はい、その高校演劇でその勝ち上がってって言っての聞いた時を思い出したのはやっぱ幕が上がるですね、はい、でそれ評論改めてちょっと聞かせていただいたんですけども、怖いな、はい、映画表としては非常に素晴らしいなと思ったんですが、まあ、高校演劇の視点から見ると、まあ、注目すべきポイントがちょっとかなり間違って
厳しいな。なんだ、なんだこれは、なんだこれは、君はチケだな。例えばですね、冒頭主人公たちが地区大会で負けたシーンで輪になって反省会してますよね。で後ろに別な高校の有安さんがちょろっと映るようなシーンがあって、それがエリート校だっていう、エリート校のでそこの後ろにさらに畑沢聖吾さんがいるんですよね。畑沢聖吾さん、わかんない、ご存じない、はい、畑沢聖吾さん、はい、これ知らなくてなんか問題あるって思うかもしれないんですけど、これかなり大問題でして、うん、これここで要は畑沢聖吾さん出てましたよねって言及してないのは、はい、重大な欠陥、おかしいです、まあ、そこはまず畑沢聖吾さんにまず目がいかないといけないですよ。もあ、そうですか、でいけない、うん、よくご存知ですよね、日比さんは。一応はい、お名前は存じ上げてますぐらいなんですけど、どんな方なんですか、これは。これ畑沢聖吾さんっていうのは超強豪校、後で説明するんですけど、うん、超強豪競合演劇校の顧問の先生で、うん、まあ、演劇、高校演劇に携わるもので知らないものはいないというぐらいの人なんですね。それど本物が出てたんだ、はい、でその人がいるっていう時点で、まあ、あ、ここ競合だな。でその後にその有安さんが出るシーンで演じてるのが、うんうん、ということは畑沢聖吾さんがいるってことは、その最高傑作の一つの修学旅行だな、これはと、修学旅行という、そういう作品ですね、うんうん、だなっていうことは分かんないといけないんですよね、この一言。あ、それで出てくるんだったらここの高校には勝てんわと、この一言はまずないっていうのはおかしい。分かるわけないよ、僕的にはね。なるほどなるほど、まだあるんですよ、まだある、まだある、まだ顧問務めることになる新人の美術教師の黒木春さんがいますね、はいはいはい、先週放送のところで黒木春さんがいたっていうことが、まあ、高校演劇とつながるのかみたいな話もあったかと思うんですけども、はいはい、彼女高校演劇の関西のいうの大手盲学院高校出身なんですよ、うんうんうん、で演劇部で1年生から主役を張ってて、でそのまま大学でも演劇を続けて、野田秀樹さんという有名な演出家にフックアップされてデビューしたという、まさに学生演劇の女王なんです。へー、その彼女が学生演劇の女王として顧問をやるという意味、なるほど、重みがそこまで分かると、おおーとなるわけなんですよね。無理やつです、はいはいはい、本当にそれを見てると、姿とセリフがやっぱり一個一個がやっぱり重みが違いますよね。そうなんです、これは分かってなかったですね、これね、まあ、そういうところちゃんと評価していただかないといけないというこれは申し訳ない、はい、不勉強でございます、はい、なるほどね、へー、そうなんだね。ちなみになんですけど、はい、歌丸さん高校時代に演劇部っていうのは高校にありました、ありました、はい、巣鴨学園もありました、はい、どんな存在でした、これすいません失礼ながらです、はい、失礼ながらですけど、山中くんっていうね、はい、僕の視点だから山中くんがね演劇部だったんですけど、はい、これ山中くんっていうのはもうとにかく変人なんですよクソ変人、クソがつくほどの変人、はい、なので、はい、まあやっぱり山中がいるような部っていう、あ、そういう見られ方してましたよね、まあ、正直半笑いっていうところは若干そうでしたかね、見には行ったりしたんですけどね、はい、山中くん、まあ、私自身も高校の演劇部だったんですけど、やっぱ校内におけるポジションっていうのはかなり低いんですよね。間違いないですね。部費が少ないとか。はい。はい、あ、そう。これ女子校でもやっぱりそうですか。いや、私たちも各学年5人ずつしかいない。まず人数がそもそも少ないので、幕が上がるのでもそうだったと思うんですけど、はいはい、本当人数が少ない、うんうん。となると部費も少ない。うん、で、やっぱり披露できる場も少ない。うんうん、となると、どん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 もう学校の隅へ隅へとこう寄せられていくんですよ。女子校の演劇部とかだと、なんか桜の園とかのイメージがあるのか。それがミュージカル部の方がヒエラルキー上なんです。ミュージカル部ってのあるの？そうなんです、別であるんです。なんだよ、ミュージカルはやっぱりパーッとこうね、華やかで、宝塚もありますからね、そうです、舞台も人数も多いんです。演劇部はなぜか少ない、いつも体育館の裏で、あ、そう、発声練習してます。4月ぐらいに頑張ってこう新入部員を入れようと思って、うん、短めの舞台をやったりするんですけど、うん、ちょっとまあ思春期の、ね、うん、同級生たちには冷ややかな目でこう見られていくっていう、間違いないです。なるほどなるほど、ちらっと覗いてみんな帰っていくんですよ、うんうんうん、でこのただでさえ少ない演劇部なんですけども、はい、これ美術文化系の部なんですけども、うんうん、まあ、美術部とかと違ってですね、自分一人でやるんじゃなくてみんなで作るじゃないですか、はいはい、でみんなで作るっていうことは分かりやすい基準っていうのはなかなか実はなくて、うん、センスの良し悪しだったりでパワーバランスとかで決まってくるじゃないですか、うん、そうすると好きな劇団がみんなそれぞれあって、はい、こっちの芝居やりたいみたいな感じでみんなでぶつかり合うんですよ、うんうん、でテイストが全然違う、そうなんですよ、うん、で部内で揉めることも割としょっちゅうあるという、うんうん、なるほどなるほど、ただでさえ少ないのにさらに揉めるという、うん、なかなか厳しいんですよね、揉め方もまたえぐい、えぐいですね、だからすごいこう古典的なのやりたい人もいれば、うん、はい、そのシュールなのやりたい人もいて、そうです、まあもう私自身も部内少数派だったんで、こう多数派に負けまして、結構路線対立で、あ、これ
数は力だなということを、まあ、もともとマイノリティなのにそのマイノリティ分の中でもさらにマイノリティっていう、そうなんですよね。これ多分今の、ね、政治記者としてのやっぱ後ろに役立ってるかなっていう、ちょっと飛躍がちょっとよくわかんないですけど、はい、はい、ということで、はい、まあ、演劇部ね取り巻く状況そんな感じだというのを、ね、踏まえた上で前半部参りましょう。はい、では行きますよ。文化系の甲子園、総文祭を侮るな。総文祭、はい、うん、これ総文祭っていう、まあ、ある種大会なんですけれども、うんうんうん、まあ、文化系、あ、体育会系の大会だと、まあ、例えば野球だったら甲子園とか、まあ、それ、まあ、それ以外のスポーツだったら、まあ、インターハイとかっていうのありますよね、はい、で文化系にも同じようなのがあって、はい、まあ、総文祭っていうのを毎年夏に各県持ち回りで実はやってるんですね、うん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 、で、まあ、全国高等学校総合文化祭っていうんですけども、はい、合唱とか、うん、吹奏楽とか、うん、放送部とか、はい、囲碁将棋部とかが、まあ、全国からのえりすぐりの選手たちが集まって、まあ、競うと。その中に演劇部門っていうのがあって、うん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 、それが、まあ、全国高等学校演劇大会という、うんうんうん、いうのが毎年夏に行われています、うんうんうん、でこの大会特徴なんですけども、うん、予選が1年前からやる、うん、あ、結構長くかけてやる、はい、うんうんうん、だ夏なのでもう始まるんです。へ、もう来年の大会に向けた、はい、始まる。でこれから、準備を始めて秋から冬にかけて地区大会、うん、都道府県大会、それからブロック大会っていうのを経て全国に結構長く勝ち抜かなきゃいけない。しかもそれ大変じゃないですか。だって1個出し切った後にまたすぐ次やんなきゃいけないの。そうです。でこれ競争率は実はすごくてですね、うんうん、全国で2100校が参加します。2100校、はい、うん、そのうち全国に進めるのはわずか今年の場合12校、狭きもんすぎない。倍率にすると175倍です。いや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 、それはきついわ。ちなみに先月終わった夏の甲子園なんですが、全国で3781校が参加して甲子園に進めたのは56校、うんうんうん、倍率だと67倍ということで3倍近く出るのが難しい。ってことはそう、こっちはもっとね3倍ぐらいチヤハヤされてもいいはずだと。そうなんですよね、うんうん、でこの、まあ、大会ということで、うん、全国には強豪校っていうのがあるんですけども、うんうん、で地区によっても実は結構ね濃淡があるんですよ、はい、どこの地区が強いとかって、うん、なんとなく分かりますか。どこの地区が幕が上がるって、あれ舞台どこだっけ。あれ静岡ですね。だからやっぱそうそう、今そのイメージでだから東海って一緒思ったんですけど、はい、東海地区。日比さんはやっぱり私神奈川県だったので、はい、神奈川は強いなっていうふうに思ってやってました。はい、実はですね、私出身福島なんですけども、はい、まあ、高校演技の特徴、東北北海道が強い。へえ、北が強い。強いんです。へえ、高校野球の世界だと白川の関越えって言って、うん、東北地区にはなかなか優勝旗がいかないという言葉があって、うんうんうん、まあ、今年の夏の甲子園でも、まあ、金足農業なん頑張って決勝まで行ったけど、まあ、準優勝でした、ね、だからこそあんだけ騒がれた、はい、騒がれたんですよ。だけど演劇は東北北海道が強い。で過去30年のデータで見ると、全国一位になったのが東北が7校、うん、北海道が2校で9校ですね、うん、だから3年に一度はほぼ優勝しているということなんですよね。なんでですか。これなんででしょうね。これ難しいんですけど、まあ他に娯楽がないっていうことなのかなっていうことはちょっとね、まあ、住んでると思うんですよね。寒いとその野球とかだったら練習できないけど、はい、屋内でやることにかけては そっちにだからむしろ注力するっていうか、はい、これ面白いのはこうサブカルとか文化的なものって東京に集中してるし、人気劇団も東京に集中してるから東京の方が勝ってそうなもんなんですけど、東京過去30年勝ってないんですよ。なんですかね、やっぱ東京の連中やっぱチャラチャラしてるからチャラチャラしてやがるから、そういうことですかね、うん、これね、文化にこうまみれて余裕を持っちゃって、でもやっぱり一回その勝つっていうか、はい、そのやっぱイズムっていうのが文にやっぱ根付いてるところは圧倒的に強いなっていうのを、やっぱ伝統があるとこ、私たちは本当に弱小だったので、伝統があるところはやっぱりこう、うんうん、根がしっかり作ってあるんだなっていうのを感じたので、やっぱりそこは勝つんじゃないかな。やっぱりそういう伝統の受け継ぎっていうのはあったもんね。ありますよね。で、これ大会ですから当然ルールがあるんですけども、うんうん、これ高校演劇の上映時間、60分に決まってます。60分以内なんですね、うんうんうん、で、また舞台を始めたりセッティングする、うん、設置の時間、それから撤収の時間にも時間制限があって、設置と撤収で30分っていう時に決まってて、うんうんうん、過去に時間オーバーをして失格になった高校があります、うんうん、全国大会ですね、うんうん、ちなみにその失格した高校っていうのは俳優の六角精児さんがいた厚木高校、神奈川県立厚木高校でした。知らなかった、はい、でそのままそのメンバーが
大学に行ってプロになって、現在の扉座という劇団、人気劇団の一つになっています。すごい。ということは、ひょっとしたらそのね、その時間オーバー失格の悔しさをバネにして、すごい。ここまで来たのかもしれないっていう。ちなみにその優勝、その失格になった時の脚本は優秀創作曲脚本賞つって、その年の演劇、高校演劇の中で一番いい脚本だったというふうにして。一番いい脚本賞を取っていながら実演ができなかった。そうなんですね。そんなこともあるんだ。全国に行く過程、1年間あるので、その中でこう、どんどん盛り込めるんですよね。うん、新たな要素を。その結果、膨らんでしまって、時間オーバーになってしまったというふうに、後で、その、作者は言ってましたけどもね。なるほど、なるほど。面白いな。はい。で、これ審査するのはですね、地区によって異なってるんですけれども、ね、俳優だったりとか、劇作家、演出家だったり、あるいは、照明や音響の専門家、それから学校の先生と、そういった人たちが、まあ、審査員を務めていくと。はい、で、8月、今年長野であったんですけども、全国大会12校出て、最優秀が1校。で、その後、優秀校っていうのは3校、うんうん。で、合計4校が選ばれまして、うんうん、その4校は8月下旬に東京の国立劇場で公演が行えると。すごくない？国立劇場。で、それに最優秀を取ると、うん、NHK でその模様をノーカットで放送されるという。いやー、2100校の頂点。はい。そこはやっぱ憧れでしょうね、これね。ちなみについさっきその優勝校のドキュメントを先ほどやっていた。へー、あ、そうですか、そうですか。はい、ということで。はい。はい。そうなんです。で、これ、スポーツのように何人でやるっていうルールって演劇はないじゃないですか。これ面白いと、高校演劇の面白いところなんですけど、はいはい、さっき言った強豪、日比さんおっしゃったように、強豪校が数十人の部員がいて、こう、わーってやったりする一方で、私の知る限り、たった3人で全国に行った、演劇部っていうのもあります。つまりその3人じゃ、その裏方とかのもいないだろうから、セットとか作れないじゃないですか。はい、だからなるべくそこは最小限にする。でも演劇だったら、そういうミニマムな表現も全然本当ありだもんね。はい、そうそう、実際今年の優秀校、や、長野の松本美鈴ヶ丘高校っていうのは、全国に3人、うん、7人で今年全国大会に来た。すげー。で、たった1人でマクベスを演じるという。1人芝居。1人芝居。これかっこいい。7人を、舞台に上がる人に回すんじゃなくて、6人は裏方に回って、はい、演出とかいろいろやって。舞台装置を動かすとかそういうので、残りの人数を使って、演じたのはたった一人の、女子高生が一人で、マクベス夫人を1時間、一人芝居で演じ続けるという。その子が会いたいねえ。ここがベスト4まで残ったと。かっこいい。ってことは、国立劇場でやった。劇場でやりました、戦後。すごく広い舞台。でも、たった一人であんな広い舞台を縦横無尽に動き回るんで、はい、あんまり舞台がこう広く感じないというか、うんうん、密度がすごい濃い作品でしたね。それだけのことやり遂げた人は必ずや、その大人になってからも演劇界で何かしらね、やらかしてくれるんじゃないかって感じしますね。うん、面白いわ。歌丸さんが高校演劇だと思ってきたものが、高校演劇という大きな山のごく一部っていうことがよく分かったでしょうかね。どうも。そうでした。もちろん、もちろんでした。はい。いや、もう本当に面白いです。この時点で相当面白いです。すごいな。改めまして、TBS ラジオの澤田記者に高校演劇の世界について、現在伺っております。はい、めちゃめちゃ面白いわ。いや、なんか思い出が、ね、若干ちょっと、要所要所でね、嫌な気持ちに。要所要所がゴリッとね。ありますけど。いや、でも勉強になりましたね。はい。ということで、後半行ってみましょう。はい、では参ります。高校演劇なんだから、所詮高校生レベルなんでしょと、侮るな。はい。ちょっと舐めてませんね。いやいや、舐めて、いや、今もうすっかり話聞いてす、舐めてない、すごいリスペクト、念が湧いてきたって言ってる。もともとでもね、そういうのは、実はでもこれ、プロの世界でも実はある言葉でして、これプロの中の打作を指して、高校演劇レベルっていう言葉が実はあったりするんですよ。使っちゃいがちかも、そういうの。で、高校演劇をまあ低く見る傾向っていうのが、まあずっとあって、まあ今も使う人いるんですけど、ただ、まあ最近そのイメージぶち破るような高校生だったり、まあ高校のその作品っていうのは実は生まれてきてるんですよね。で、例えばこう2003年、ちょっと前なんですけど、2003年の総文祭全国大会なんですけども、優秀脚本賞を取った贋作マクベスっていう作品を書いたのが、今人気劇団の一つである、夏期空脚という劇団がありまして、そこの中屋敷のりひとさんっていうのが、青森県の高校生として、書いて、ベスト4に入ってます。で、同じ年の優秀賞に、リンゴの木という、作品を演出した、はい、今、マームとジプシーという、はい、まあ、若手で、まあ、トップの劇団と言ってもいいと思うんですが、はいはいはい、26歳の若さで、岸田戯曲賞という演劇会、はいはいはい、見に行ったことありますもん、マームとジプシー。はい、
あの彼がですね、高校時代に演出をしてやっぱりベスト4に残ってきているんですよね。で今の若手の、演劇のホープたちが高校演劇から生まれて、それでプロにそこからステップアップしていっているというような大会にも実は高校演劇今なってて、甲子園って考えたらね、当然そうですよね、それはね、これまでずっと断絶されてたんですけど、そこはつながってきたというところですね、で今年東京大会実は取材したんですけども、で裏でちょっと顧問の先生といろいろお話しして取材してたら、ある芸能プロダクションの人がちょっとって言って名刺を持ってきて、実はあの子ちょっと興味あるんですけど、そういうことも今日あった、今年あったんですよね。これそんなルートできたら、今まで日陰者だった演劇部、チャラチャラしたやつがいっぱい入ってきましょう、これ。それもまた違うんだけどな、ね。ただでも、かなり鍛えられないと、全国のやっぱり12校に残るっていうところがまずすごく大変です。本当にそうです。そりゃそうだ。甘い心じゃ。っていうことですからね。人生がやっぱり、人生をかけたものがやっぱり光るんすよね。日比さんが怒ってるポイントがまた。また。そうなんです。やっぱりね、やっぱり本気で人生をかけたっていうのが、将来につながっていて、そこで将来で輝いてる人がいるっていうのがまた、今生きる高校演劇へのこうエネルギーになってるなっていうのはありますよね。でこれ実はプロの側もちょっと変わってきてて、高校演技に注目する例っていうのがあって、さっき言ったマームとジプシーの藤田さんとか、あとままごとっていうやはり人気劇団の柴さんっていう方がいるんですけども、その人たちは高校生と一緒に舞台を作るっていうことをやってるんですよ。ワークショップ的な。ワークショップで、それで実際それで公演を打つとこまでやったりしてます。でそれから人気劇団のロロっていうところがやっぱり高校演劇に触発されて、高校舞台した60分の作品、普通通常だいたい演劇に90分か20分、2時間ぐらいっていうなんですけども、それを60分の作品を定期的に公演しているというところで、もうプロと高校生の境界っていうのがどんどんこうなくなってきてるっていうのが今の高校演劇の現状なんですよね。で、そこまでこう高校演劇を引き上げてきたっていうのは、実は顧問の先生、これ部活動なので、顧問の先生の力っていうのは実はすごく大きいんですよね。その指導がね、やっぱりね、その大半の人は当然演技未体験だったり、演技層もそんなに明るくなかったりする人もいる中でってことですもんね。さっき強豪校って言ったところにはもう本当に必ずと言っていいほど名指導者っていう人たちがいて、その人たちもやっぱ注目が集まってるんですね。で、今日ちょっとそのスーパー指導者、スーパー顧問としてちょっと紹介したいんですけども、私自身東北出身ということで、東北中心の、スーパー顧問、だけど東北中心といっても先ほど言ったように東北はレベルが非常に高いので、これ皆さん全国区ということで、まず一人目が元祖スーパー顧問石原哲也さんっていう方、これ福島県の高校の先生で、本名は小玉さんっていう人で、石原哲也っていうのはペンネームなんです。石原裕次郎と渡里哲也が好きだから石原哲也ですよね。なんか違和感を抱いたな、それか、そんなことしていいのか先生が。でこの方指導した高校が2度全国制覇を果たしてます。俺たちの甲子園という作品とチェンジザワールドっていう作品で、このチェンジザワールド、でこの人がすごいのはですね、創作脚本賞っていう、さっき言ったその年のナンバーワン脚本を3回受賞していると。顧問が書いてもいいんですね、脚本っていうのは。で過去に書いた戯曲が石原哲也脚本集として出版されると。で、それをさらに全国の高校が上演すると。その高校だけじゃなくて、全国的な広がりを持った高校演劇のスタンダードを作ったというか。で、さらにそこの高校演劇で演じた作品が、プロの劇団も演じると。そこまで行ったというので、この人スーパー顧問。もう元々じゃあそういうその劇作家として異常に優れていらっしゃるというか。感じなんですかね。やりました、もうチェンジザワールド。やりました。やった。必ず通る道だし、うちの部では。そんな感じだ。名作ですね。一つのそういうね、基準になってるんですね、石原さんの作品がね。続いてが、2000年代最強のスーパー顧問、畑沢聖吾。先ほど名前出ました。先ほど出ました。幕が上がるんで出てたんですけども、この十数年、毎年のように指導した高校を全国上位に持ってくる、青森県のスーパー顧問なんですね。で、もともと秋田県の中学の先生だったんですけども、弘前劇場っていう青森の有名劇団に参加して、で、その後青森の高校の先生に転身して、で、指導者として頭角を表して、これまでに全国一を3回、ベスト4に5回、で優秀創作脚本賞1回で、プロの劇団にも脚本を書き下ろして、なおさらに自分の劇団を立ち上げると。渡辺源四郎商店という劇団を立ち上げる。普通に演劇人ですね。そうですね。でこの最新優秀を取った、そのモシイタっていう、モシ高等学校、高校野球の女子マネージャーが青森のイタコを呼んだらっていう作品、これ、幕が上がるにも一瞬映るんですけど、この作品、
現在ですね、青森中央高校の生徒が毎年夏に全国ツアーって言って、うん、高校生が全国で講演していると。へえ。そのレベルまで行っていると。あ、そう。そうなんです。これは、やっぱその、さっきの石原さんもそうですけど、元のその、脚本も当然だ、はい、いいんでしょうけど、はい、その指導のっていうか、そこになんか秘訣あったりするんですかね。そうだ、演出も含めてここは先生がかなりコミットしているんですよね、うんうん、で訓練ももちろんちゃんと発声レベルからしてますし、うんうん、表現の仕方とかも、うんうん、まあ、高校演劇レベルをちょっと超えている作品ですよね、うんうん、でそんなとこについたらすごいんだろうな、はい、はい。そして最後が高校演劇の枠を飛び越え、うん、演劇界に風穴を開けたスーパー顧問、石井道子さん。はい。でこの方も福島の先生なんですけど、福島ばっかりでちょっと恐縮なんですが、うん、はい、これわずか さっき言った3人の部員とともに総文祭に出場した経験を持つ先生です、うんうんうん、で、いわき総合高校っていう高校時代に演劇科っていう学科があって、うんうん、そこのカリキュラムを担当してたんですよね、はい、で、劇作家の雨谷のりみずさんっていう方がいらっしゃるんですが、うんうん、その人が高校生に向けて書き下ろして一緒に作り上げたブルーシートっていう作品がありまして、うんうん、それが岸田戯曲賞を受賞、高校演劇が岸田賞を取るという、あ、もうそう、もう超硬いやつって言ったけど、やっぱもうそんぐらい来ちゃってんだ。でも公演が普通だとまあ2週間とか東京の小屋でやるっていう感じだと思うんですけど、それは福島でだけやった、わずか数回しかやらなかった、うん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 、これ見たって見たっていう方にちょっと取材したんですけど、やっぱりすごい作品だったと。へえ、ブルーシートってぐらいだから、あれかな、なんかホームレステーマだったりするのかな、なんですかね、ちょっとまあ私自身があれ見れてない作品なのであれなんですけども、はい、で今は福島の母校を離れて、あの黒木春さんの母校の大手門学院高校の教諭として、うん、まあ、演劇授業を取り入れたドラマティーチャーとして活躍して、これはでもね、いいでしょうね、それね、はい、お会いしてみたかったな、高校生の時に。でこれらの、はい、レベルアップに関わってきたのは実は平田織座さんなんですよね。そうなんですね、そう、今僕言おうとしたのは、はい、平田さんがやろうとしてたようなことが本当になりつつあるんだっていう感じでした、はい、で平田さんもかなりこういった顧問の先生方をバックアップしているんですね。でもただ、うん、平田織座さんの影響を語るとこれだけで、まあ、2時間いけちゃうので、はい、まあ、でもちょっと今日は、うん、はい、でも幕が上がる、まさにだって平田織座さんの、はい、そうですもんね、はい、はい、まあ、これもう高校演劇レベルなんてことは言えないってことはこれではお分かりいただけたかなと思うんですけれども、はいはいはい、うん、まあ、じゃあ高校演劇の魅力っていうのはプロみたいにうまいことなのかと。確かにそうなるとね、はい、プロとかあんまり変わってなくなってくると、じゃあそうなんです、うん、でも実はそういうことじゃないんですよね、うん、で私が思うちょっとプロ高校演劇のちょっと魅力っていうのは3点今日はちょっと挙げたいんですけども、はい、まず一つが舞台のすべてを高校生が作り上げている、うん、まあ、当たり前のことなんだけれども、うん、役者や脚本演出に加えて、まあ、舞台装置を作ったりとか、うんうん、あと本番の照明や音響、うん、それからどんちょの上げ下げとかその指示出しですよね、うん、の舞台監督まですべて高校生がやってるってことなんですよね、うんうんうん、で生徒の多くは入部するまでやったことない、やっぱりそうですよね、そんなこと、うんうんうん、でだけどまあ場数踏んでいくことで、まあ、上手下手とか、うん、あるいはまあサブロック、これ平台のことなんですけども、うん、あとフェードアウトの FO とか、ホリゾント膜っていう後ろの膜ですね、うん、とかなどの舞台用語を駆使するまでにこう3年間でなっていくというところですよね、うん、でこう何も分からずにこう現場に行ってですね、会館の怖い、うん、おじさんとかにどやしつけられるんですよ、演劇部は。これは必ず経験なんですよね。劇場に職人の方がやっぱそれぞれいらっしゃるじゃないですか。で、おい、そんな扱いしたら壊れちまうだろ。そうです。うん、でキャッキャ喋ってて、こう、うん、何やってんだ、くっちゃべって、ここ死ぬんだぞとか言われて、舞台はね、危ないから、怒られるのも、まあ、高校生の貴重な体験というか、知らない大人に怒られるっていう体験はなかなかないですからね。先生でもなく、親でもなく、知り合いのお母さんでもお父さんでもなく、ガチの仕事人、大人、うん、初めてそこでプロに出会うんですよね。うんうん、そうなんです。で、二つ目、魅力の二つ目は、高校生の努力が見られるっていうことなんですよね。うん、全くの、この演技の素人だった高校生たちがアイデア出しながら何度も何度も何度も練習して一つの舞台を、うん、作り上げていくと、うんうん。で、さっきの照明のタイミング一つ取っても、うんうん、自前でやっぱ高校で照明の機材なんて持てないですから、うん、イメトレをやるんですよ。そうそうそう。目の前で稽古してるところでこう、フェーダーを上げる下げるっていうのを、イメトレだけでやる。これ技術チームはまた別の苦労がありますね。そうなんです。しかも効果音とかね。そうなんです。一発勝負なので、そうです。そこで失敗したらそのせいで終わっちゃうんですよ。エラー、痛恨のエラー。でもそれで喧嘩したことありますもん。うん、ピンポンって動作をしたらやっぱりその SE を入れなきゃいけない。はい。ポチッと押すだけでも、機材もわからない。初めての場所、緊張している、うんうん。しかも舞台とその場所は遠いですから、はい、今っていうのをやっても見えない。うんうん、で、ピンポン何度押してもならない。で、尺が60分で決まってるから伸ばせられない。うん、はいはい。
もうね、もう心がえぐられた思いで劇場後にしたことが何度もあります。なるほどね。もう何度もイメトレしてイメトレして本番に臨んでもそれになってしまう、うん、そのだからヒリヒリした感じ。 そうです。それでもやっぱ出たっていうところを見るだけで、うん、これは想像するだけでご飯3杯はいける。本当にご飯3杯、まあね、まあね、まあね、グッときますね。確かにね。で、はい、魅力の最後はやっぱり高校生ならではのドライブ感。ドライブ感、はい、うん、これ高校演劇60分って制約がある中で、うんうん、まあ高校生の彼女ら彼らがまあ自分たちの言葉で脚本を書いて、うん、役を演じて、それから裏方でまあ奮起してこう一本の作品を作り上げた時に、はい、まあ本人と役とかが一体化して、うんうんうん、もうプロが演じるのとは全然違う高校生しか演じられない新たな次元の作品にこうドライブしていくっていうのが見える時があるんですよ。同じ脚本を使ってる学校でも学校によって全然違いますよね。そうなんです。で、プロの舞台ってやっぱり2週間とか、何度も繰り返し高いクオリティを確保していくっていうところにやっぱり魅力があるんだと思うんですけども、まあ、高校演劇っていうのは一発勝負。完全燃焼。で、それがハマった時に最高の瞬間に出会えるんです。確かにマジック。一回限りのマジック。そうなんです。だからその一瞬しか見られない魅力を切り取ってるっていう意味では、アイドル映画にもやっぱり通じる何かが。しかもそれが、日年間の結晶な上に優れた作品、はい、その作品そのものの良さとかも一致しちゃったら、はい、これは感動、ま、ね、無限大。ドバドバ出てくる。ドバドバ。だって勝ち残らないと自分の高校演劇人生、高校演劇人生がそこで終わっちゃ う, う、ね、自分の寿命を決めることになるわけですよ。はいはいはい、だ1年できるってことは2年生の時にやって3年生でもできる。でも終わってしまったら2年生で終わってしまって、うんうん、そのそ切な的というか、うん、自分の寿命を渡すぐんですよね。そう。じゃあ誰もがもうラストステージ常にです。私のラストステージっていう、うん、背負ってるということ、うん、でこれが実は難しいところで、うん、あの審査員とかによく高校生らしくないとか、そうそう、等身大じゃないとかっていう批判をされるんですよ、ね。何なんすかねあれ。あんまり。でも高校の時はそう思ってたんです。何なんですかねって。でも今説明したように、その時の一瞬しか思えないものだったり、役と本人が入りきる、一体化するってことって、やっぱり、プロの役者じゃないからそこまでジャンプすることって実はできないんだけど、等身大の話を書いてる時に、完全にシンクロする時がある。それを見て、審査員たちは、等身大とか高校生らしいとかそういうことを言ってたんだなと。なるほどね。そのフレーズ自体はすんごいキャーって感じがねしますけど。そうなんですよ。なるほどね。このフィット感のことを言ってたんだなというふうにちょっとね、そういうことか思いました。なるほどね。はい。で実は今年も、はい、夏に先ほども言ったんですが、はい、あったんですが、この非常にクオリティの高いある意味ドライブした作品が実はあったんです。はいはい。まあ、それが今年最優秀と。で、先ほどドキュメンタリーが放送されていたんですが、うんうん、香川県立丸亀高校がやった、フートボールの時間という作品なんです。うんうん、はいはい、フートボール、テーマとなっているのはこれ、女子サッカーなんです。で、2012年にですね、香川県で実は、袴姿の女学生がサッカーをしている絵はがきっていうのは実は見つかった。たまって。で、サッカーしてたのは丸亀高等女学校。実はこの丸亀高校の前身になった学校の生徒たちなんです。で、それまで女子サッカーの発祥って戦後、1966年に神戸女学院中学がやったっていうことで普及したっていうふうになれてたんだけど、実はそうじゃなくて、香川の丸亀高等女学校がやってたんじゃないかっていうふうに今説がひっくり返ったんですね。で、その後、さらに女学生が書いた作文の中にフートボールっていう単語があって、本当にやられてたんじゃないかと。サッカーとしてやられてた。フートボールとして。やられてた、うん、フットボールフートボールと読んでた、はい、うん、でその史実をもとに創作されたのはこのフートボールの時間という作品でして、なるほど、しかも時効のルーツにもかなってるし、そうなんです、うん、で、あらすじなんですけども、大正時代にその高等女学校で女学生たち、当時、女学校通える子たちっていうのは裕福な家庭の出身で、うん、まあ、花嫁修行のモラトリアムの期間を過ごすような、学校だったんですよね。で、ある時、校長先生と一人の女の先生が、こう、フードボールというスポーツを学校に伝えるっていう。でも当時の空気として、まあ、女が大股を広げて、うん、まあ、球を蹴るなんてはしたないよねっていう空気感っていうのがあって、うん、まあ、そういうことを言う先生がいたりだとか、うん、あるいは社会の冷たい目線浴びながらでも、うん、こう袴姿でフットボールどんどんみんなたち楽しんでいくんですよね、うん、でところがある日その中心となってた女の子がいなくなっちゃうんですよ、うん、で学校退学する。でそれさらにその先生後ろ盾になってた先生たちもどんどん退職したり、うん、あるいはそのフットボールやめろというふうに言い出す、うん、なんでか、うん、でその後まあこの女子サッカーっていうのは戦後、まあ、我々分かる歴史の中ではもうワールドカップでなでしこで、うん、もう日本のある種お家芸のような競技になってきますよね。だけど、これは大正時代に行われていたのになぜか戦後まで断絶する
この歴史ってなんだってことをちょっと考えさせられる、うんうん、あそこまで入り込んでくるんだ。そうなんですよ。でその背景にはやっぱ女性をめぐる社会状況だったりっていう、うんうんはいはい、でと同時にまあ今サッカー女子サッカーできるようになってるんだけども、うん、でワールドカップで優勝するまでになった。でも、なでしこリーグっていう名前つく。なでしこっていうことをあえて今も強調してる。今の社会って何？なるほど。っていうことまで繋がってくるっていう。なるほど。すごく深い話で。これ誰が書いたんですか？これはですね、顧問のですね、はい、豊島のり子先生っていう先生なんですけど、この先生も実はすごくて、この高校の OG なんですよ。うんうん、で、大学で演劇をやって、高校の先生になって、ここの顧問に就任して、うん指導した生徒たちと全国一になるという、うんうん、リアル幕が上がる。本当に俺今それ思った。を体現する人は今年のこのフットボールの時間。で、演劇としてはね、正直ちょっと拙いなって思うところ、演劇好きから見ると、うんうんうん、ある、あるにはある。うん、でも、このフットボールに興じてた大正時代の女学生の後輩たちがそれを演じていると。うん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 そしてこれからの未来を担う高校生たちが演じている。でこれは丸亀高校がやるっていうことの意味ですよね、うんうんうん、そういうのも含めてこれは奇跡のような作品です。これはぜひ見ていただきたいなと。これ東京公演あったんですけどもどんちょ降りても拍手鳴りやまなくて、もうずーっと拍手してるっていうような状況で、話聞いてただけで泣いちゃいそうですね、はい、本当に、うん、でやっぱりこう見てたのも一緒に高校生たちとかと一緒に見てて、うんうん、おーっていう感じがこう伝わってくる感じもあってですね、こう見る環境っていうのもうんうんうん、あるなと。すごいです、はい、あとそのやっぱフットボールの時間ってその目の付けどころとその着地の見据えてるところみたいなのを含めてすごいいやらしいこと考えちゃいました。これ映画化されんだろう映画化行くだろう TBS とか金出した方がいいんじゃないかみたいな。今電話、うん、先生はもともと歴史のものとして普通にやろうとしてたらしいんですけど、うん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 、ただ歴史が今の世の中Me Too の話とかが実は後から乗ってきたんですって。でそれでちょっと物語が変わったっていう話があって、これ最後のところシーン一応今日は言わないんですけども、はい、ある一言を我々に投げかける一言を中の子たちが言うんですよ。それはもうかなり胸に突き刺さる一言なので、うんうん、ぜひこれ見ていただきたいんですが、はい、見たいんですが実はテレビで見られるんです。先ほど言った優秀、はい、最優秀賞はそうなんです。 NHK で放送っておっしゃいましたね、はいはい、私 TBS ラジオ人間なんですけども、うん、E テレの、宣伝をします今日は、はい、今週の日曜エピというか9日ですね、9日の日曜日の午後3時半から、うん、NHK 教育 E テレで、うん、このフートボールの時間ノーカットで放送されます、うん、でそれの前に今回のその総文祭の様子をまとめたドキュメンタリーの番組もやると、はい、で、今日とそれから明日その舞台裏を迫ったドキュメントまた別に放送するということです、うんうん、で高校演劇自体に興味持たれた方っていうのにも、うんうん、ぜひ紹介したいのが2つあって、はいはい、まあ、これから全国各地で総、うん、来年の総文祭に向けた予選始まりますんで、うん、まあ、それを見に行くっていうことはできると思います、はい、それから演劇の動画配信してる感激三昧っていうサイトが実はあって、うんうんうん、そこが手のひら高校演劇祭っていう企画をやってるんですね、はいはい、全国の高校演劇の演劇部が演じた動画を、うんうん、スマホとか、うん、パソコンで見れるというサービスをやっているので、やっぱそう簡単にね全国行けないですから、はい、そうなかなか行けないので、まあ、そういうので楽しんでいただくということもできるかなと。でそれでより面白いと思ったらぜひ劇場に足を運んでですね、で各地の高校演劇のサイトで調べると出てますので、意外とやってるから、はい、まあ、おすすめは県大会以上の大会になるとやっぱり、はい、やっぱレベルがちょっと違います、ね、ブロック大会まで行くと本当ほぼ全国みたいな大会ですんで、うんうんうん、それはぜひ見ていただきたいなというところです。いやー、ちょっと待ってくださいよ沢田くん、はい、これ神回じゃないですか。神回、うわー、いただきました。ありがとうございます。私に対する失敬な態度、これはもう全部もうこれは帳消しになる素晴らしい、解説でございました。全高校演劇人たちが今聞いてくれてたら、うんうん、そうだよって言ってくれると思います、はい、大人たちも諦めちゃった大人たちもうんうん、たくさんいるんですよ、うんうん、高校演劇で終わっちゃった大人たちも、私もその一人なんで大したそんなあれですけれども、うん、だからそういう人たちが聞いてたらこう、うん、嬉しかったんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい、ね、メッセージもいただいておりまして、マリア観音さん、私も高校3年間どっぷり演劇部で青春の1ページを過ごしたものです、うん、高校演劇特集聞きたいような恐ろしいような、これも日比さんもね、そんな感じだったけど、体育館での発声練習、うん、先輩が残した闇脚本、あそういっぱいあるいっぱいある、照明に使うカラーフィルター音響効果の CD、 他校演劇部とのワークショップ、地区大会や県大会、大会での公表委員会、楽しかったなと。
大会の時仕込み10分バラし5分というかなりタイトなスケジュールであったように記憶しています。そのため部員数が少ない私たちは舞台装置ではしょぼくなりがちなので、うん、演出でなんとか対抗していました。そうそうそう、今考えたらヘンテコのアイデアばかりでしたが、それも良い思い出です。そうですね、日比谷なのね、闇脚本楽しみにしていますっていう、ね私の心のかさぶたを、恐る恐る剥がすような気持ちで聞いています。素敵なメッセージ、ね、ありがとうございます。結構だからその隠れ元演劇部員はやっぱいらっしゃるんですよね。ってことですかね。はい、これまたもう一回ちょっと皆さんがね、はい、そのやっぱあれ良かったなっていうふうにね、はい、思っていただければ、まあ、ぜひフートボールの時間を見ていただきたい、うん、そうね、これね、そのためだけに来たというようなもんですから、ね、はい、めちゃめちゃ興味そろいました。ありがとうございます、はい、澤田記者による高校演劇特集でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日のこの時間は世界ナンバーワンレゲエクルーマイティクラウンが語るサウンドクラッシュってなんだ特集です。これもすごいすごい山を勝ち抜いた頂点の話なんで。僕たち広告ダメダメ3匹。わしの名前は紛らわし。特技は物事を曖昧にしたりしなかったり。わ